イジョンですよね。今日もやっていくんですけど、皆さん聞いてください。トロフィーが上がんねえと、言ったところでね、今日やっていくのはトロ上げなんですけど、今ね、トロフィー最終日なんですよ。今シーズン最終日。ということでね、最終日はね、クラロワあるあるが一つあるんですけど、誰かがね、最終日まで温め続けた自作デッキとかいうのがね、バーンって流行って、めちゃくちゃ最終日にその最強デッキみたいな、デッキが生まれるんですよ。で、今シーズンもね、ついに生まれました。ということで見ていきましょう。よいしょ。こちらね、クエイクウォールブレイカーディガーという感じなんですけど、待てと、お前。そんなね、クエイクデリバリーなんて呪文してたら、大型にも勝てないし、もう枯渇とかにもワンチャンウッドじゃないから負けちまうじゃないかと思った方いるでしょ。違うんですよ。逆転なんですよ、発想は。もうデリバリーがいるから大型に勝てる。そしてクエイクがいるから小物に勝てるとね、言ったところでね、すべてに勝てるデッキ。っていうことで行きましょう。よいしょ。なんですかね、こちらのね、すべてに勝てるデッキ。大体ね、すべてに勝てるデッキっていうのは、すべてに負けることもできるデッキなんですね。だからほんと使い手によって変わるというところなんですけど、でも皆さんよく考えてください。もうね、ファイボザップ。呪文がファイボザップのデッキ使ってたら、おっと、おやっすーさんが来ましたね。おや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 っす。あ。さあ。なるほどね。やばい。滑り散らかした。これ多分おやっすーさんのせいですね。さあ。で、まあ、ディガー使ったんで、まあ、これ26かな ?26 の方々なんですよ、この人は。さあ、雪玉。まあ、クエイクですね。クエイクって言って、もうバシバシクエイクで削っていっちゃいましょう。よいしょ。デリバリーちゃんして。おぉ!まあ、これはギリいけますね。で、これで雪玉来る。はい。ここでウォールブレイカー。やることによって、さすがにこれは入ったと思う。ウッドも雪玉もないんで、どっちも入る。オーケー!いいよ。さあ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 。入っていく。そして、一旦待ちで。はい。俺はね、その、ケツマスケに対して合わせて勝てるからじゃないんで、マスケ、まあ、とりあえずナイト出すんですけど、マスケ来たら、とりあえずクエイク削りっすね。おわーん。それはさすがマスケ使いですね。逆線に切り替えてきたところは、気持ちがいいですね、と。いったところで、さあ、ここはクエイク。まあ、これは、やるしかないですね、俺からしたら。よいしょ。まあ、こんな感じでね、やったら、もし雪玉とか来ても、一発、OK。これで、このブリーチのボムタワーがね、あいつに対してめちゃくちゃ強いんですよ、バレンに対して。これ、一発入りそうじゃない?いけ!ヌーバースオッケー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 。この位置のボムタワーね、あんな感じで、バルーンが到達してしまえば、絶対に、タワーに入る前に、ボムの爆破が先に入るんですよ。どんな。レイジが勝ってたらちょっと話は変わるんですけど。よいしょ。ワンチャンこれ壊してくる。うん。で、これは、雪玉が来ると思ったんだけど、ボムで!よいしょ。まあ、こんな感じでやっていって。さあ、ということでね、これは勝ったでしょう。オーケー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 。いや、いい。めちゃくちゃいいプレイしてた。今回は。いけ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 。よし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 。危ねえ危ねえ。さあ、まあ、相手がグッドゲームと言ったらグッドゲームと言いましょう。ドヤ顔になってしまうんでね。ドヤ顔になってしまうんで、ここだけ。ドヤ顔はここだけにしてもらってね。さあ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 、どんどん行きましょう。いやー、危ねえ。このデッキでね、めっちゃ使っててね、この6900ぐらいのところにずーっといたんですよ、俺が。そう、なんかさ、ま、1個前の動画かな。で、展開に行ってから、全然トロが上がんなくて、そう、ま、こんな相手拾い、さあ、ディガート。同系統対決。まあ、ワンチャンラバルの可能性まだ隠しちゃいるんですけど、あ、ラバルっぽいな。まあ、これは、どうだろう。あ、ラバルですね。なるほど。OK。めっちゃいいよ。このサイクル。そして相手はザップを使っている。まあいいか。いや、ディガ裏だったらよかったな、これも。そう。なんあまあまあいいでしょう。ワンチャンディガが来るかな。来ないですね。これはちょっとワンチャン一発ぐらいもらいそうなんで、ウォールブレイカー咲いて、ここでスケドラか、いや、なめ。OK。で、次、スケドラがあるんで、
ハシマヤナイト単体とかちょっとうざそうですね、相手からしたら。だからこれもしインドとか咲いてきてもまあいいでしょうと。OK、ワンチャンここハシマヤラバーありますね。ない、ないです。でこれザップ多分来るんでデリバリー出して、 OK、 リガーからのよいしょ、なるほど、こっちに来ると思ったんだけどな。うわやばい、でもザップ裂かれてるんで大丈夫なはず。これはよいしょ、危ねえ。 OKOK、 まあまあいいでしょう。ここで穴目を裂かしてから次のディガーボールブレイカーで決めたりしたい。まあここはババが来たらエッチな感じでいきましょう。 OKOKOK、 これはちょっとスレスレな時にポツリと。さあさあいいよいいよ、いい感じいい感じ。さあさあさあ、ここでババ咲いたってことは柳雨がある。これ一回待ってウォールブレイカー咲くかで、ケツハンターして2周目ハンターでもし逆サイ攻められたら守れますね。うん、でこれバルーン先行させてよいしょ、よいしょ、 OK、 でディガーからのやりゴブがうざいですね。これでスケドラ来たら無視できる。でケツハンター OK、 ババアでかい、ババアでかくてどうしようかな。まあボムでいいか。さあいいよ、いやーやばい、それはちょっとやばい、やべー、やっちまったかもしんない、やばい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 、よいしょ、トントントン、おザップあっちに咲いてる、きたきたきた、でかいでかいでかい。さあこれで相手はババがあるんで OK 来たんじゃないこれ。いやババが来るなこれ、何も出さないと見せかけてからの OK 来た、これ2枚咲かせられる。これはギリギリまで耐えてスケドラにもデリを当てたい。オッケー、ここでいける、残れ、いやー残んない、ジャップが来る、ウォールブレイカーでからの、いやー終わった、くさい、これはまあ、ギリギリ耐えれる、まだいける、あーあーもうダメだよこんなの、マジかー、ちくしょう、いやあの逆サイバルーンちょっとマジかー、マジかー、うわー、ねえないんですねこれは、ちくしょう、ウォールブレイカー、これねマジアちゃんね、クエイクウッドで、あクエイクウッドじゃない、クエイクプラスの何かしらで大体消せるんで積極的に打っていった方がいいですね。いややばいデッキだな、普通にやばいやばいやばい、いやークエイク打ってからのねあのゴボー小屋がちょっとめんどくさいんですけど、まあ、あの位置ねオールブレイカー逆もちょっと釣られちゃうからね、一旦ステイサムと、いったところでね、さあさあさあ、俺よくねたまにカメラ目線で喋るんですけど、ね、よくねコメントでこっち見んなって言われるんですよねちょっと嬉しいですね、ちょっと嬉しい、正直正直もっと言ってって思ってる。 OK、 これ左デリでいけるんで、おお、なるほど。でもそこまで咲いてしまったら相手は結構きついんじゃない？これにウォールブレイカーつけるだけで。よいしょ、どうだよ、きついだろ、言ってみろ、きついと。クエイクヤの雨。エッチな感じになっちゃいますよ、それは。いや、クエイクヤの雨やばいな。これハンターディガーはシンプルに相手からしたら辛いんじゃない？うん。ニア作らんのやばいよな。文句しか言ってねえ。これ呪文ないんでやりゴブ追加してワンチャンハンター残ってくんねえかなっていうところを意識しつつ、いやめちゃくちゃいいザッピー、めちゃくちゃいいザッピー、マジかよマジかよ。いやまあここでももしロイフグ来てもボムターでいける、多分ロイフグだよな、新鋭ってことはロイフグか、ワンチャンロイフグすらも入ってないタイプのあれか。さあ
このね、ちょっと遅めに。OK! あの槍ゴブにも入るのが一番いい。ここはナイトで槍ゴブ受けを出してあげて、まあ、ハンター組んで、やばい、それはやばい。なるほど。まあまあ、こっちボムタワー置いて、槍ゴブ、OK。OK、これで穴飴サックでしょ？咲かない。マジ？やば、やば、やばくね？それ、やった、やった。めっちゃラッキー、めっちゃラッキー。それ美味しいな。こうしよう。いいんじゃない？入ってんじゃない？オッケー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 。よし、いいぞ。これでアンチャンしまい、いや、マジでこれ貫けない。オッケーオッケー。やばー、めっちゃ焦ったわ。オッケー、それ美味しい。これで裏に飛ばして、なるほど。いけ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 、お前いけ、お前いけ、お前いけ、いけいけいけ、来た来た来た、わー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 、あー危ない危ない危ない。これでね、一個前の負けをね、帳消しにしましたね。危なかった。これ主力カード何枚入ってんのかな。ロイフぐらいないですね、マジか。なるほどね、深いですね、それは。深くていい話。さあ、ショテゴレマスター、まだまだこと、いい名前ですね、いい名前。こっちに教えてくれてるんで、俺もショテヤリゴブマスターでいきたいと思います。さあ、おー、さすがショテゴレマスター、いい火力ですね、それは。さあ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 、これな、本当はナイトハンターから組んでいきたいんですけど、一旦ボムター出して、で、ここにハンター出して、ここでライト食らわないと思うんで、いや、これディガーで潰したいですね。ちょっと手が届かないんですよ、あいつ。 OK、 やばーい、危ねっ。 OK、 やべ、ちょ待って、やっちまったー。溶ける前にやりこぼ出しちまった。ダウン、早く早く殴って。あー、まあまあいいでしょう。あー、マジかー、チクショー、やっちまった。やりこぼか、やりこぼだったらな、こないとつなげて逆サイウォールブレイカーで結構火力出せたと思うんですけど、相手の呪文多分ヤンナーメライトニングとかだと思うんだよな。ボムタワープリンス、プリンス入ってるって大体ヤンナーメとライトニングが入ってるみたいなのがあると思ったんですけど、全然入ってない。マジかマジか、待って、呪文が分かんない。マジか、ちょっと待って、これどうしようかな。どうしよう。あのね、ボンバーがね、ちょっとだるいんですよね、マジで。これここだけの話、ボンバーがだるいんで、ダクネはね、割とそんなだるくないんですよね。このナイトハンターの形ですね。を作ってあげて、ボムタワー逆サイで釣る。ワンチャンライトをここら辺で来るから、こんな感じでね、やってあげると。さあ、そして、まあ、ここはね、ちゃんと早めに、こいつらが溶けてくれれば、あとは、いい感じでいきますと。よいしょ。こんな感じでね、守ってあげての、お、すごい。すごいな。すごい。待って、ワンチャンハンターだったらいけたかな、これ。すげえ、すげえ、めっちゃアピールしてきた。勝ったと。これで、はっ、勝ったでしょ、みたいな。そんな感じの攻めだったんですね、今のは。さあ。ボンバーが来るのかな、これ。うわ、鬼巨妖だ、鬼巨妖。これでも、ボムタワーでボンバーを倒せるんで。OK。これは2周回したい。あー、やばい、待って、どっちだ。来たんじゃない、来たんじゃない。オッケーオッケー、来た来た来た。あぶねー、危なかった。いやー、グッドゲーム。危なかったっすね。なんかいい人そうじゃない？結構スタンプ押したけど、いい人そうな気がしますね、俺。なんとなくですけど。さあさあさあ、グッドゲームと。言ったところで危なかったな、マジで。マジで危なかった。やりごぶによらないんだもん、何も。こ、待って、相手の呪文なんだった？トルネと、なるほどね。コウモリが嫌だったっすね。アスコスケドラとか、ダクネにデリバリー咲いて、コウモリがちょっと嫌だったけど、まあまあまあ、いい感じ。これ何とマッチングしたっけ、今。はいはいはい、なるほどね。ラバに負けたんか。
危なかったなマジで。いやこれね本当に、いや危なかった何にも語彙力がないけど、さあさあさあ2021と言ったところでね、いい名前ですね。さあさあ、あ違う違うわダークエンジェル、ダークエンジェルってめちゃくちゃもっといい名前があった。あーキョスケもうやだなこれ、キョスケさちょっとめんどくさいんですよね。やばめっちゃボーナス、あ所定なかったんかな、何も。おーなるほど、やばすぎ。まあでもハンター最強、ハンター最強、ハンター最強。やばお前待って頼むって、いやなんでよ、何もかもがミリ、何もかもがミリ、頼む。いや食らいすぎだよ、あーマジか。ボムタはこうクエクラのようにここに出したんですけど、普通に食らっていいからここに出して、あれですね、ちゃんとキョスケとあいつら分離してからここにハンター出せばよかった。もったいない。でもタレオが使ったんでないと、ウォールブレイカーからのここら辺になんかで止めてからのハンターが来ると思うんで、ここですね。 OK、いやいい、オッケー、いやいいやりこぶだよこれ、めちゃくちゃオッケー、いいね。でしかもこれハンター多分回ってないんで、ザッピーからのハンターだったんですよ周りが。いやこれタルはないから無理なはず。オッケーでかい、いやいいね、よし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 。いやこれ無視するかな、これちょっと活かせるように飛ばしたいですね。なんもないと思わせてからのディガーで、ここの位置だとね逆サイトリトンに釣られないんで、いいよいいね、よし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 。こっからだな、あとどうやって守るかなんだよね。ハンター出して、でもハンターはマジ無敵なんでこいつ、いやただどうやって守ろう。こっちにやりこぶ出して、もうここにボムタワーで守るしかないよね正直。1回でモリモリしてくるタイプは割と守りやすい。こんな感じで、いいよ。2回に分けてこうなんか1回のロイジャイステロイジャイみたいな感じでやられた方がだるかったかもしれないですね。多分守れると思うんだよなこれで。オッケー、これさえ守ればクエイクだったら終わりっすね。よし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 、めっちゃいい防衛したんじゃないこれ、よし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 。さあ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 、待ってエリ咲きすぎてやばい、エリ咲きすぎてやばい、待ってやばい、やっちまった、うわーあーやっちまった。いや今絶対俺あれだ、ナイトハンターじゃなくてやりこぶない、最悪すぎ最悪すぎ。待ってどうしよう、マジどうしよう、やりゴム出してるんで、あやりゴムじゃない、そうアイスピー切ってたんで、オッケー。いやマジか最悪だなこれ。でもクエイク切ったんでここ出して、いやクエイクで削っていい気もしたけど、まあ一旦やめましょうか。まあロイジャイ来たら来たでこれナイトハンターで、よいしょ、でこれタゲ取ってるんで、オッケー。これさ、そうだよね、タルも切ってる、これクイックっていいな、オッケー。いやめっちゃナイト入る、これでけえ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 、次でけえ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 、オッケーオッケー、でかにきでかにき、今のはオッケー。これであいつを倒せ、あいつを倒せって言ってんだろ。これいったんじゃない、入ったでしょ、きたー、いい同時攻め来ました、ありがとうございます。いやーマジか、危なかった、絶対ロイジャー来ると思ってディガー真ん中ボールブレイカーしたけど危なかったですね。こんなことしなくても勝てた試合だった。